はい、これ50年は経ってるかな、この網戸ね。もうちょっと網戸だけ張り替えようかなと思ったんだけど、ね、無理なんですわ。こんなうちの親父がさ、亡くなったうちの親父がガムテープでさ、網戸破けたらガムテープで補修してるもんやからさ、もうボロボロなんだわ。もう網戸張り替える気なくなるよね、こんな。それでこれがね、端っこのもう取っちゃったんでなんなんですけど、枠がね合わないのよ。隙間できちゃってる。だから外枠が歪んでいるのか、それともこの外した網戸自体が歪んでいるのかわかんないけど、ちょっと端っこの方が歪んでるんで、いっそのこと新しいのにしようかなと。新しくして隙間が埋まれば、まあこの網戸の本体の方が歪んでるっていうことになるんだけど、まあ新しい網戸を入れて、それでも隙間ができるようなら、まあ外枠の方が歪んでいるということでね、判断できるから、カーマで新しいフリーサイズの網戸を買ってきました。はい、これですね。フリーサイズ網戸。ちゃんと寸法測って買いに行ったんで、合ってると思いますね。高さはまあこんなもんかな。これをつけていきたいと思いますね。これちょっとヘッドカメラね、音声の方が悪いんで毎度毎度説明してますけど、ご容赦ください。それでは網戸の方を、新しい網戸をつけていこうかな。説明書ついてたんで、説明書読んでから作業しますね。はい、説明書読んだんでつけていきますね。まずこのシールがある側が部屋の内側らしいです。内側の面。あとこの歯車があるやつがね、下ですよね。ちょっとはめていこうかな。それではめるときはこうはめるんだけど、このまま行くとはめれないんで、横からこう、今長さが短い方をこう入れていくね。
ちょっと椅子が邪魔、椅子が邪魔なんだけど、嫌なわがシールのある方だからこうだろう。で、網戸の枠がこれだろう。これで下が入ればいいんだけど入らんな。入らねえ、入らねえぞ。どうする、どうする。やったな。高さ合わねえのか。高さ調整、網戸持ち上げ、もうやっぱだ。登んないとダメか。登りたくねえんだけど。じゃあね。めっちゃ滑る。違うか？違う。落ちちまうよ。落ちるで。やばい、落ちるわ、本当に。
あ、ちょっと靴下だからね、これ。くそ、腹立つわ。ちぐわ。熱い。めっちゃ吹っ込んだ。
怖かった。どうだどうだ。お、あったあったぜ。いいんじゃね。そうそう、これもちょっとあれだよ、読み上げだ。あ、いいよ。どうしようかな。あ、ここもちゃんと合ってる合ってる。だから網戸の本体がずれてたんだね。よかった直って。これの高さ調整しないんだ。閉めようか。いや、いい、よかったよ。